はい、皆さんこんにちは、しのちゃんです。はい、今回はですね、たくさんリクエストをいただいていた私のアクセサリー紹介をしていきたいと思います。そう、普段から私結構アクセサリー好きでよくジャラジャラつけてるんですけど、このアクセサリーについてとっても質問をいただくので、だったらもう一つの動画でまとめてバッて紹介しようかなっていう風に思って、今回は私のスタメンで使ってるなっていうアクセサリーたちを紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー。はい、ということで紹介していきたいと思うんですけど、じゃあまずネックレスから紹介しようかな。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、まずこのネックレス、これピスケースって書いてあるんですけど、ベルシュカで最近これは買いました。ここ最近こういったなんかメッセージ性のあるネックレスっていうのがたくさん出てると思うんですけど、ベルシュカでこれを見つけて、キラキラっとする感じでとっても可愛くてこれ買いました。これの意味は魚座です。3月17日生まれで魚座なのでこれを買いました。買ったばっかっていうのもあるんですけど、最近結構つけてます。このキラキラっていうのもまた可愛いですよね、女性らしくて。これは多分水に濡れるとダメな素材なので、お風呂の時とかは外してます。続いてこのネックレス、ちょっと平べったくなった潰れた感じのシンプルなネックレスなんですけど、これ結構質問も常にいただいていて、レレリーっていうところのものです。海外の通販なのでちょっと買いづらいかなっていうのはあるんですけど、私もこういうネックレスすごい探してて、インスタでなんか出てきたのでその時にね買ったんですけど、これはね18気になったかな、コーティングかな、水に濡れても比較的大丈夫な素材なので、これはもうずーっとつけてます。お風呂入る時も寝る時もずっとつけてますね。若干長さが調節できるので、他のネックレスと一緒につける時とかはそのネックレスとのバランスとかも考えながらつけたりしてます。で、あとこのネックレス、これちっちゃいリングがついたネックレスなんですけど、これは動画内でも何度かお話はしてるんですけど、私のおばさんにあたる人、お父さんのお姉ちゃんから私が小さい時、多分生まれた時ぐらいなのかな、にベビーリングをいただいていたらしくて、私の家は3姉妹なんですけど、3姉妹みんなベビーリングをいただいていたらしく、私はもちろんその頃はちっちゃいので全然知らなかったんですけど、それを両親が20歳の誕生日の時にネックレスにしてくれましたっていう素敵な贈り物ですよね。もらってからずっとつけてます。ちょっと見えづらいと思うんですけど、3月生まれの誕生石かな、アクアだったっけ3月って水色っぽい感じの誕生石が入ったベビーリングのネックレスです。なのでこれはちょっとね、どこのものかわからないのであれなんですけど、そんな感じです。で、あと他にネックレスだとこれもよくつけるかな、こっちはシューナっていう名前が入っております。これがエクスジュエリーっていうところのものになります。これも水に濡れちゃうとちょっと劣化が早くなってしまうようなものなので、お風呂に入る時とかは外すようにしてるんですけど、私は35センチにしました。これはね、調節ができないんですけど結構短めになるかな、35だと一番短いやつにしました。で、続きまして、じゃん、こちらでございます。最近私はゴールドのアクセサリーをつけることが多いんですけど、シルバーもね、たまに服装とかによってつけたりするんですが、シルバーのネックレスだとこれがとっても気に入ってます。これは自分のブランドアベンモアから発売したネックレスなんですけど、これね、一応ツーウェイになってて、このチャームがついてる方を前にしてつけてもいいし、これを逆に後ろにしてシンプルにつけてもいいんですけど、これもすごく使いやすくって、チェーンも太すぎないんですけど、ちゃんと存在感のあるような感じのネックレスなので、これも結構つけてますね。ちなみにこれも水に濡れちゃうとちょっと劣化が早くなってしまうので、そこは気をつけてます。で、続きまして、ネックレスは最後かな、じゃじゃ、これですね。これも動画で話したことあるんですけど、念願のやっと手に入ったネックレスですこれチョーカーなんですけど、一応商品名的にはこれをすっごい探してて、公式の通販も店舗もどこも売り切れの状態だったんですけど、ビビアンのネックレスなんですけど、結構これもどこで買いましたかっていう質問が多かったんですが、そう、なかなか手に入らないんですけど、私はもうバイまでいろんな出品者の方に在庫ございますかって問い合わせをしてゲットいたしました。こちら、これもすっごく気に入ってます。やっぱり最近パールのアクセサリーがトレンドでもあるし、やっぱり女性らしい印象になるので、このパールのネックレスはめちゃくちゃ気に入ってますね。このネックレスも、まあ、チョーカーっていうぐらいなのですごい短めではあるんですけど、またそれが逆に可愛くてとても気に入っております。
じゃあ続いてブレスレット紹介しようかな。ブレスレットはこの2つなんですけど、これはどちらもねアベマのものになります。こっちがシルバーのブレスレットになります。これもすっごい気に入ってますね。なんかごつすぎるとちょっとイケイケな感じになっちゃうけど、細すぎてもせっかくつけるんだったらもうちょっと存在感欲しいなっていう、欲張りが生んだこのちょうどいい絶妙な太さのブレスレット。このブレスレットにもチャームがついてるんですけど、すごいちょうどよくないですか、太さも長さも。さっきのこのネックレスと一緒にセットでつけることが私は多いかな。結構私ねアクセサリー本当普段からジャラジャラつけたい派なので、いろんなところにつけちゃいます。ピアスつけてネックレスしてリングしてブレスレットしてみたいな。で続いてこちらゴールドの方ですね。これは最近発売になったやつなんですけど、アベマから初めてのゴールドのアクセサリーが出ましたということで、これも形的には同じ感じで輪っかの部分にこう通して引っ掛けて使うタイプのブレスレットです。こっちは2連になってるので、これがねまた可愛くて、なんかシルバーのチェーンって結構こうスタイリッシュだし、とてもかっこよく決まる感じのアイテムだと思うんですけど、ゴールドは逆にちょっとこう大人っぽくというかしたいなと思って、シンプルなんだけどでも存在感欲しいから、こう2連になってるような感じのブレスレットになっております。これもチャームがついてますね、ここに。そう、これもすごい気に入ってて、とっても綺麗なゴールドなのですごく高見えもするし、とても映えますよね、手首につけてても。やっぱりこれから夏とかで露出が多くなってくると思うので、そんな時につけたりとかすると可愛いんじゃないかなと思って、これも結構たくさんつけてます。じゃあ続いてピアスに行こうかな。まず今これつけてるやつ、このピアスが一番つけることが多いかな。これは前にギフトの提案をした時に紹介したやつなんですけど、グレイっていう割とプチプラなお手頃な価格のアクセサリー屋さんなんですけど、すごいデザインも洗練されててとても高見えするんですよね。なんかシンプルなんだけどすごく可愛くて、この大きさがすごい私気に入ってて、これめっちゃ使ってます。なんだろうな、でかすぎないしちっちゃすぎないし、でかすぎるとやっぱここの存在感が強くなっちゃって派手になってしまったりとか、でもちっちゃすぎてももうちょっと存在感欲しいなっていう、またこの欲張りな私のすごくタイプな大きさのピアスで、ちょうどよくないですか。本当にゴールドの邪魔はしないんだけど、ちゃんと存在感もあるっていうバランスがすごく気に入ってて、これはねちなみに2個目なんですよ。1個目の方が急にポってなんかね折れちゃってたんですよね。針のところだったかな、なんかね取れちゃってここが壊れてしまって、でもすごい気に入ってたのでリピ買いしました。2個目です。だからはい、ということでじゃあ続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これもそこまで大きすぎない感じのピアスですね。でこれは2連になってるんですよね。つけていてもちょっと太めになるので、だからさっきのピアスよりももうちょっと存在感の出るようなピアスで、これはヤンフランクっていう、これもちょっと海外のブランドのものなのでちょっと買いづらいかもしれないんですが、これは水に濡れても大丈夫な素材のものなので、ちゃんとしたというかそういったピアスです。あ、ちなみにこっちのグレイの方は水に濡れるとちょっと劣化が早いと思うので、これは結構気をつけてるんですけど、このヤンフランクのピアスなんですけど、もう一個ヤンフランクの私ピアス購入していて、じゃん、こちらでございます。これもよく見るかな、これも私結構つけること多いんですけど、すごい太めなフープのピアスで、やっぱピアスはフープが多くなっちゃうかな昔はなんか結構お花とかすごい存在感があるでっかいピアスとかつけたりしてたんですけど、最近はもうもっぱらフープですね。シンプルなのが一番可愛い結局フープばっかつけちゃいますが、その中でもちょっと身元に存在感欲しいなとかスパイス効かせたいなっていう時にこれをよくつけます。大きさも結構大きめなので、ちょっと今日シンプルすぎるなとかいう時はこの大きめのピアスをつけることが多いですかね。なんか見た目の割にそんなに重くないですね。耳も痛くなることはないかな。じゃあ続いてのピアスはラストになります。ラストがじゃん、こちらでございます。これはさっきのこのピアスよりももうちょっと直径はちっちゃめかな、ちょっとちっちゃめなピアスなんですけど、デザインがすごいこれ可愛くて、あ、もうちょっとコロコロ転がっていっちゃった。こんな感じのねじれたようなピアスになってます。これは私のおばあちゃんからもらったもので、そうなのでどこのものかわからないんですが、これもよくつけますね。なんかやっぱちょっとおばあちゃんのっていう先入観があるからかもしれないんですけど、若干なんかヴィンテージっぽさが強くないですか。これちょっとこうレトロな感じというかが私はするので、まあそういった洋服の時とかちょっと今日なんかレトロな雰囲気に行きたいなっていう時とかはよくつけたりしますね。うん、これもめっちゃ気に入ってたくさんつけております。
じゃあラスト、こちらのリングたちの紹介をしていきたいと思います。リングも本当にずっとたくさん質問をいただいていたんですが、だいたいこの4つかなを私はつけてて、まず1個目こちら、これなんか見覚えないですかそう、さっきのこちらのピアス、これと同じ種類のリングです。これのまあリングバージョンみたいな感じかな。なのでこれも同じところヤンフランクっていうところで購入しました。結構私リングは、まあ、見てわかると思うんですけど、太めの存在感のあるようなリングがすごく好きで、このリング可愛いと思って気に入ってます。ただこれね、ちょっと緩くなってしまったので、最近ちょっとつける機会減っちゃったかな。知らぬ間にパッて落ちちゃったりとかするので、ちょっと気をつけながらっていう感じなんですけど、ちなみにこれも水で濡れても大丈夫なやつです。続いて、じゃあこの人差し指についてるやつかな、こちらですね。さっきよりももっと太いリング、これがアレッタジュエリーっていうところでゲットしました。シンプルなデザインではあるんですけど、ちょっとゴツゴツとした感じでかっこいい感じの印象になるかなと思います。でこれは多分ね、一応水に入れても大丈夫なやつなんですけど、金色のコーティングがされてるのかな、若干わかるかな、ちょっとシルバーっぽくなってきました。もしかしたらいずれゴールドの塗装が全部剥げちゃうかもしれないんですけど、まあ、またそれも味ですよねシルバーになったらシルバーリングとして使おうかなって感じです。で続いてこっちのリングなんですけど、人差し指についてるこのリングも同じところアレッタジュエリーというところのものです。これはちなみに2つになってます。感じで1個ずつでつけてももちろん可愛いし、重ねてつけても可愛いんですけど、まあ、私は大体重ねてつけてるかな。こうやってゴールドとシルバーの2色のミックスされたリングになってて、最近私もシルバーとゴールド関係なしにミックスしちゃうスタイルが好きで、これはね結構セットでこうつけることが多いんですが、同じデザインっていうのでやっぱ統一感がすごい出るので、なんかシルバーとゴールドミックスさせたいけどなんかちょっと不安だなとか、ミックスするバランスが難しいとかっていう方はこういうのとかすごくおすすめかな。もう元々セットになってるようなやつとかだったらそのままつけちゃえば簡単にミックススタイルできるので、そういう方にもとてもおすすめです。でもこれもちょっとね、ゴールドの方が若干剥げてきちゃってシルバー寄りになってきてるので、もしかしたらいずれどちらもシルバーになってるかもしれないっていうリングです。で続いてね、ラストになります。ラストがこちら、このリング。このリングはもう昔から私つけてるので、すごいどこのってたくさん質問いただくんですけど、これもですねおばあちゃんからいただいたものなので、ちょっとどこのものかわからないんですよ。すごい太いシンプルなリングですね。これ私すっごい気に入ってて、ここにずっとつけてます、右手の薬指に。なんかつける指も意味があるじゃないですか、それぞれ。そうなんですけど、最初つけるときは結構意味調べてつけたんですけど、正直もう覚えてなくてそう、大体いつもつけるところはここら辺こんな感じなので、そう一番最初つけるときに調べてこの指につけようと思ってそれぞれつけてから、もうそこにつけるのが当たり前みたいになっちゃって、ちょ意味をね忘れかけてるので、ちょっともう一回調べようね。サイトによって多分違ったりとかもすると思うので何とも言えないんですけど、じゃまず右手のこの人差し指、集中力が高まる効果、仕事や勉強など目標に向かって頑張りたい時、パフォーマンスを上げたい時につけるそうです。仕事頑張ろう、集中力高めようっていうことでつけてます覚えてなかったけど。続いて薬指かな、右手の薬指。まあこれは結構あのペアリングとか恋人とかとペアリングでつける人も多いと思うんですけど、私はねいないのでそういう意味ではないんですけど、リラックス効果を得ることができると言われてるらしいですね。インスピレーションも高めてくれるから、冷静に自分を見つめ直したい時や心がザワザワする時につけるといいらしいです。そうですね、リラックス効果っていうのでインスピレーションも高めてくれるしっていうのでつけてますはい。で続いて左手、左手は精神との結びつきが強いって言われてるらしいですね。左手の人差し指は積極性を高め、目標に向かって前向きに進む力をもたらしてくれるっていうことがあるそうですね。なので、まあ、頑張ろうという感じでつけてます人を変えた感じですけど。じゃあ続いてこの中指ですね、左手の中指。ここはスムーズに人間関係を築きたい、周りの人にうまく合わせたい、そんな時は左手の中指に指輪をつけてみてはいかがでしょうかということですね。協調性を高める指と言われてるらしくて、人間関係についてちょっとこうサポートしてほしい時につけるといいみたいです。悩んでたんでしょうかこの当時はまあでもそれぞれ意味がやっぱあるらしいんですけど、まあ大体かな、そんなにこうすごい真に受けてこうなりたいからここにつけてるっていうよりかは、どっちかっていうとまあ入る指につけようっていう感じではあるんですけど、まあ、バランス良くなったりとかね、まあでもちゃんと意味とかも調べてみるのも楽しいかもしれないです。はい、
ということで、まあこんな感じでした。いかがでしたでしょうか。私結構アクセサリーが好きでたくさん集めたりとかするんですけど、まだまだあるんですが、その中でもスタメンでつけてるものを今回は紹介してみました。やっぱりアクセサリーつけるだけでなんか個人的には気分が上がるんですよね。やっぱこうちょっとキラキラっとしててなんか自信も湧いてくるんですよ。何なんですかね。だからたまにアクセサリーをつけ忘れちゃった時とかすっごいそわそわするんですよね。外出した時に、あ、今日アクセサリーついてない忘れちゃったみたいな。でもなんかつけてみると本当に何なんですかね、すごい自信が湧くんですよね。自分に自信が持てるようになるので、でしかも最近はジャラジャラつけるのにとってもハマってるので、ネックレスもこう大体3つついてたりとか、この2つなんか肌身離さずずっとつけてるので、まあ、これから夏にもなりますし、夏とかやっぱ特にアクセサリーが映える時期だと思うので、よかったらぜひ皆さんも見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。